米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、本拠地マリナーズ戦に、2番、指名打者、で先発する。一方、米国では大谷のユニフォームを着た世界的ラッパーが話題に。米メディアが動画を公開すると、米ファンから、めちゃくちゃクールだ、と注目を浴びた。動画、めちゃくちゃクールだ、大谷翔平ユニで高級車に乗り込む世界的ラッパードレイクの動画、大谷のオールスターユニフォームだ。建物から出てきたのは、カナダ出身のラッパーのドレイク。周囲の人に追われるように歩き、屈強な関係者にガードされながら高級車に乗り込んだ。背中には背番号17と、大谷のネーム入りだ。全米でもヒットを連発したトップアーティスト。動画を公開した米スポーツメディア、ブリーチャーレポートのツイッターは、文面に、ドレイクが翔平のユニフォームを着ている、と記して紹介した。米ファンからは、似合ってるじゃん、めちゃくちゃクールだ、ゴート、史上最高、はゴートをわかっている、とコメントが相次ぎ、話題を集めている。大谷は3日、同4日のマリナーズ戦で2年ぶり40号をマーク。マウンドでは4回4奪三振3安打無失点ながら右手の痙攣で降板し、10勝目はお預けとなった。